なんかさ、そういえばさ、ツイッターでさ、傘のポスターでさ、なんかこういうポスターで傘の危ない持ち方してるのは、いつも男の人なので、女の人にも同じ傘の持ち方させてくださいってツイートバズっとったの見た？俺ら腹抱えて笑ったっちゃけどさ。腹抱えて笑ったっちゃけど、何が面白いって、普段やりようことはフェミニストと同じなのに、フェミがブチギレとったよ。めちゃくちゃ面白かった。マジで笑った。普段やりようこと一緒。あんなんどう見てもネタやん。あんなのどう見てもネタなのに、マジ引用リツイートとかでフェミブチギレとって、マジで心から愉快な気持ちになったわ。うわ、本当にバカなんだ。マジで面白いと思って、マジで。あれそう、あのネタマジで面白いよな。めちゃくちゃキレてたぞ。男しか持ってるの見たことねえわ。ねえ、それ。マジで、バカの言い訳。あんなの男しか見たことねえ。やばすぎるやろ、マジで。なんやそれ。で、めっちゃおもろと思ってみた。案の定、ソースはって聞かれと。おもちゃやん、マジで。めちゃくちゃおもれえやと思って、なんか、愉快な気持ちになってた、今日。やっぱ、ああいうのもそうよな。このなんか、スルーできんとさ、やっぱ、ああやっておもちゃになってしまうよね。結局さ、あんなに突っかかったらさ、もう地獄見るに決まっとうやんかね。勝ち戦一個もないだろ、あんなクオリティの高いネタ。いや、マジで面白かったなと思って。フェミに喧嘩、いや、そのなんか、喧嘩売るとか何も、その喧嘩売るとかじゃなくて、俺周りにおらんし、その、シンプルに意味わからんことばっか主張しとうのは俺おかしいと思っちゃうね。考え合わんけん。そう、いじって遊んど。どうせ一生同じ土俵にはならないんだから、あいつら素晴らしいよ。やっぱ生を背負って立ち向かっとうけん、そもそもああいう高尚な生き物と俺みたいな下等生物だ、土俵が違う、一生争いにはならんからな。だからいいんだ、下からいびって遊んでんだな。 そう、撮り鉄の人。 あれも俺いいね押しとったやつやろ。あ、なんか撮り鉄のあんなに頑張って写真撮って誰に見せるのやな。クソ面白かったわ。 めちゃくちゃ面白かったマジで。いや、俺結構さ、アメトークのさ、電車芸人とかもさ、結構真剣に見るぐらい、俺結構好きなよ。電車面白いな、なんかさ、寝台列車とか面白そうやん。乗ってみてえなとか、かっけえなとか思うけど、なんか、そのトピックを見つけるたびに、ちらつく頭のおかしい撮り鉄みたい。 いや、俺でも別に電車ってすごい、なんかさ、普通におもろくない？あんな長いもんが高速で走っとんのはウケるだろ。なんか俺別になんか、寝台列車とか乗ってみてえな。そうそう、わかる。憧れ結構あって。憧れあるのに、なんか 憧れあって、そう、なんかいいなって思うたびに、なんかちょっとチラチラしと、ああ、そう、なんか多分ニュースになっとった、星の名前がついた寝台列車の、なんかギリギリ近くに。なんか、でもさ、釣り針でかいよな、あれ？なんか、ほとんどがさ、ネタみたいな、わかる？こと言っとやん。頭のおかしい撮り鉄のやつ、そのさ、別にみんながみんな頭おかしいわけではないやん。別にどの界隈もそうやし。なんか、撮り鉄の中のやばいやつってさ、マジでやばくない？わかる？そのなんか、それどの界隈もやばいやつだっていっぱいおるやん。別に俺らの界隈もやばいやついっぱいおるし、その、わかる？各々の界隈にやばいやつって存在するっちゃけど、にしても、マジでやばいよな。まともな、まともなさ、撮り鉄はなんで切れとうと？もうマジ、ちゃんと分からせた方がいい、あれ。マジでもったいないぞ。本当におかしいやつおるもん、マジな、見とって。え？ネタじゃな、あ、ネタじゃない。俺なんか最初ネタと思っていいねしとって、よく見たら、ネタじゃない、うわ、きしょみたいな、外そうみたいな、そう、みたいなパターン俺何回もあったぞ。そういう正義感持ってるやつは、あ、そうなんや。まあ、そらそうよな、マジで。俺が撮り鉄やったらめちゃくちゃ切れてるわ、マジあれ。すげえと思って、なんか大変そうよな。電車に罪はないのにな。別に電車って近けりゃいいもんじゃねえしな。なんかわからんけど、なんかさ、あの距離で写真を撮っとる人たちは近けりゃいいと思ってない？別に、でも近いのが美しいわけではなくない？写真って。いや、知らんけど、俺素人やけん。別に、引き目の綺麗な写真俺いっぱい見たことあるけどね。とか思いながらさ、もったいねえなと思ってるわ。でも、愉快。ああいう頭のおかしいやつがツイッターで晒し物になったのは非常に面白い。やっぱ、このなんかさ、ミスって炎上したとか、なんか、捕まって炎上したとかとは違うやん。わかる？なんか、そいつ自身のやばさが、ツイッターでおもちゃとしてさ、祭り上げられたの、もうマジで愉快やわ。めちゃくちゃ面白い。あれを見て元気出してます、いつも。普段走らないとこを走るのがいいらしいからわからないです。そんな、どういうこと？電車でさえレールがある場所しか走ってないとぜ。電車好きなら電車の信念全うしろよ。
メラもレール通ってる場所しか走んねん。なんでおめえらがレール外れてんだな。意味わかんないよな。電車好きなやつは道なき道走るなよ。レールに従って進むのが一番美しいやろが。電車が美しいんだから。なんでその電車と同じ道を走らないの？おかしいだろ。な。脱線するな。俺がレール外れとか外れてないから一回おかして。別に俺も外れてないし。